巻きわら好きの鍛錬はその手法が流派や系統によって異なる場合があります。少林流では鞭のように体をしならせて巻きわらを打つのに比べ、剛柔流や上地流では拳を巻きわらに突き入れる際、チン口と呼ばれる体の筋肉ロックの方式を使って突き入れます。巻きわらは古来から沖縄の各家庭に備えられ、伝統武術 T の鍛錬具でもありました。